え、8番、8番ルーム。はい、だ。俺の？あっち？はいはいはい。こういう感じね。とりあえずベッドがトゥイン？ダブル？あー、いいね。レンジがあって、冷凍、あ、珍しい、冷凍と冷蔵で分かれてる。はいはいはい。ほいでほいで。よいしょ。デスクがあって、いやテレビもでかいね。え、およそこれ、え、マジでコンテナとは思えないんだけど。エアコンもしっかり効いてて、ね、まあ、空気清浄機もちゃんと。え、それでユニットバス、ユニットバス5、ちょっと広めだし、トイレも、うん、そこそこのサイズ感、普通のサイズ感。え、嘘、これ、え、普通に部屋じゃん。え、これ本当にコンテナ、本当にコンテナ、怪しくない？ちょ、幻の可能性もあるので、一旦もう一度本当にコンテナかどうか外で確認しますか。コンテナだね。ああ、コンテナだわ。思ったより快適だぞ。これは住める。これは住めるね。え、コンテナってこんな快適に住めるんだ。面白いわ。はい、そんで、まあ、いくら なのかはちょっと、ね、知らんのですけど、会社負担なんで知らんのですけど、チキンカレー弁当と、唐揚げ弁当の2択で、冷凍のね、お弁当が、一食ついてくるんですよ。これもすごいよね。で、ここにこうぶっこんどいてね、明日の朝これ食べましょうという感じですよ。へー、またいつか見てください、いつでも待ってるから、チャンネル登録と高評価をして、またいつか会いましょう、またいつか会いましょう、またねー。